Video Diary July the 3rd, 2023 by Hiroshi Hayashi, Hamamatsu City, Japan ビデオ日誌2023年7月3日、林博です。おはようございます。今日は朝からネルガルについての動画をまとめています。特集です。ネルガルといってもですね、皆さん誰のことかお分かりにならないと思います。ネルガルというのはですね、簡単に考えればエンディルの息子ということになります。ラム族です。俗に言うレプタリアン族の王、ラム族の王の息子のエンディルのですね、息子のネルガルということになります。が、しかしネルガルといってもですね、皆さんピンとこないと思いますね。そこで簡単に言えばですね、私たちがよく知っているあのダ・ヴィンチなる画家が描いたと言われているモナリザ、モナリザ。あのモナリザので表現されている人物がネルガルだということです。はい。ネルガルなんですね。ガルなんてつきますから、女性を思い浮かべる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、実は私はそれを、ネルガルという名前を知ったときにですね、女性かなっていうふうに思ったこともあります。まあ、そんなこともありますから、皆さんの中にはですね、ネルガル、ネルガール、なんて言いますとね、女性心を思い浮かべるから、思い浮かべられる方もいらっしゃる、いらっしゃるかもしれませんけどもね、ごめんなさい、まずは朝早いものですから、ろれつが回りません。が、しかし、ネルガルは男性心です。火星の神です。はい。火星の神。というふうに、メソポタミアでは位置づけられていました。ジュピター、木星はマルドックですね。はい。それはそれでいいんですけども、火星の神、ネルガルなんです。で、モナリザはネルガルである。ということなんですね。まずそれをですね、皆さんにしっかりと理解していただきたいと思います。証拠は、証拠は、証拠はというふうにおっしゃいますよね。はい。モナリザの絵の中にあります。モナリザの絵の右上にはですね、サソリ。左下には2匹の蛇。そして右下にはですね、犬の頭が描かれています。サソリ、蛇、犬はですね、ネルガルの3点ペットということになります。古いレリーフを見るとですね、ネルガルと同時に、その、それも今日紹介することになると思いますけども、右にサソリ、蛇、犬が描かれています。そしてその右に赤い服を着た可愛い女の子が表現されているのが普通です。言うまでもなく、ネルガルの娘のイナンナ・マリア・イシュタール・マリということになります。まあ、イナンナもですね、いろんな名前で呼ばれていました。イシュタールですよね。アッシリアなんかではイシュタール。それから、エジプトではマリだったかな。そして、ヘブライの方では、ヘブライ語の方ではですね、マリア。すなわち、私たちは現在、ローマンカトリックでいうところの、マリア教のマリアということになっていきます。そしてつながっていくわけです。つまり、ネルガルの娘がマリア、イコールイナンナ、イコールってことにつながっていくわけですね。で、イシュタール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 、イースター、イースターと変音してですね、ローマ時代にイースターと変音してですね、現在、マリア教の方ではですね、イースター、イシュタール祭、イースタール祭、イースター祭、イースターを、最大の祭りとして祝っているのはそのためということになります。イナンナ・マリア・イシュタールのペット、ペットというよりも象徴的な動物がウサギということになります。はい、ウサギです。ですから、イースターにはですね、イースター・ラビットとかね、イースター・エッグというのはですね、豊穣を祈ってですね、の神ということからですね、卵をいっぱいぶら下げていたような身を見る衣服を身につけていたもんですから、エッグ、イースター・エッグというのはそこからまた現在の祭りへとつながっているということになります。が、今日のポイントはそこではありません。ネルガルです。ネルガルです。で、この太陽系にはですね、2種類の外来種の神がいます。それがアフラン・マズダーとアングラ・マイグです。もともとはズルバンの、ね、息子ということになっていたわけですけども、善なる神アフラン・マズダー、そして邪悪な神アングラ・マイグということになります。で、アングラ・マイユイコールアヌオと考えるとですね、すっきりと神々の系図が成り立つわけですけども、神々というのはですね、
まあ、複数の名前を持ってましたね。例えばマルドックはバビロンでは50の名前を持っていました。名前が多いほど、まあ、なってますが、力のある神ということになるわけですけどもね、まあ、そういうふうに断言してはできませんけれども、まあ、一般的に神というのは複数の名前を持っていたということです。マルドックもベルとも呼ばれてましたね。まあいいんですけども、そういうふうに呼ばれていたということです。50の名前を持っていました。ですからイナンナ、マリア、マリ、イシタール、まあ、いろんな名前で呼ばれていたということです。それはともかくも今度はネルガルに話を戻すわけですけども、そのネルガルというのは要するに写真アングラマーユの流れを組む、イコール、まあ、アヌオですけどもね、の流れを組む、いわゆる邪神の息子ということになるわけです。まあ、邪神になるわけですね。人間から見ても邪神でしょうね。はい。なぜ邪神かという理由はですね、これから皆さんに話したいと思いますけども、あのネルガルはですね、この地球上においてはですね、人間の子供を食用としていました。証拠があるんですよ、ちゃんと。ネルガルは人間の子供を食用としていました。証拠があるか、どこにあるんだなんてね、思われる方多いと思いますけども、証拠はあのモナリザの絵の中にありました。ということをですね、今日皆さんに説明したいと思います。モナリザの絵の中にネルガルが人間の子供を食べていたという証拠があるんですよ。え、というふうに思われるかもしれませんね。はい、思ってください。では林博士がその証拠をお見せしますということでですね、今日はネルガルに関する動画をですね、特集として皆さんにご覧いただけるようにしました。ではどこに証拠があるかでしょう。モナリザはネルガルです。つまりサソリ、ヘビ、犬が描かれている点からですね、ネルガルをそのままネルガルへとつながっていきます。でその証拠がですね、いいですか、右の犬を見てください。右下の犬を見てください。2枚のモナリザを左右くっつけますと、そこに丸いものが浮かんできます。その丸いものは、私林博士は頭蓋骨と判断しました。子供の頭蓋骨です。それだけではただ丸い物体ということ、台の上に乗った丸い物体というだけの話なんですけども、それと全く同じものをですね、今度はと言いますか、同じ、一応レオナルド・ダ・ヴィンチが描いたと言われているセント・ジェロームの絵を見てください。あのセント・ジェロームの絵の中にはですね、左にセント・ジェロームが描かれてますけども、中央にそのセント・ジェロームの顔、腹にですね、いわゆる苦痛と怒りに満ちた子供の顔が描かれています。そしてその地面のところにはですね、2人の子供の頭蓋骨が描かれています。もう1人加えて3人でもいいわけですけどもね、まあ、分かりやすいのはその2人なんですけども、そのそこに描かれている頭蓋骨の形と、それからモナリザのその先ほど犬がですね描かれてますね、その犬のそばに描かれている丸い物体と一致します。位置的にはですね、その犬がですね骨を食べているということになります。つまりそのモナリザの絵の中に描かれているネルガルは人間の子供を食べるわけです。ところが人間を、まあ、神はですね骨までは食べなかったんですね。で骨はそこに置いておいた。その骨を食べているのがですね、モナリザの犬ということになります。その犬はですね、口に丸いものを加えているように見えるって言いますか、口に加えてますよね。よく見てください。つまりその犬はですね、ネルガルの犬であり、その犬はですね、人間の子供の頭を食べているということになります。食べているんですよ。その証拠があるかってことになりますね。そこで登場するのがシニョレリの絵ということになります。あのシニョレリもですね、神の操り人形だったと思います。その絵についてはですね、これから順に説明していきますけども、要するにあのシニョレリもですね、人間の子供を食べる、まあ、人物を2枚描いてますね。その絵も今日の動画の中の一連の動画の中で皆さんにご覧いただきます。その絵の中央にはですね、屈強な体をした、しかし一見服装を見ると女性系に見える人物が描かれています。あれがネルガルです。でその証拠も、まあ、ここで言葉で説明するということは大変難しいので、まあ、その動画をぜひ見ていただきたいんですけども、その下にですね、ゴロ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 と子供の頭蓋骨が転がっています。実際に子供の生首が転がっている頭蓋骨もその中に表現されています。古来より、おそらく現在もそうなんでしょうけども、まあそのですね、人肉カーニバル、あるいは、人身釘をする場合にはですね、どこからか子供を連れてきますね。そしてまず首と体を分けます。首はどういうわけか西洋人っていうのはくっつけておかないんですよね。日本人はまあ平気ですけどもね、魚でも魚の頭がついたまま食べますけども、まあ、西洋人っていうのはあのまあ焼き豚は別にしてですね、しかしまあ生首というのは嫌うわけですね。ですから首と体を分けるわけです。実際ジョージアにおいてはですね、人身釘のした跡があちこちに残ってますけども、まあ、大体人身釘かどうかということを判断する一つの
目安基準がですね、生首と体が、もっと言うと頭の頭蓋骨と体の骨がですね、バラバラに発見されるときは腎神君位と見ます。そうでしょ、皆さんだってね、肉親身内誰かが亡くなったときにその頭とね体を切るわけ離すってことはしないでしょ。埋葬するときもそうですよね。そんなことはしないです。しかし腎神君位の場合は頭と体を切り離すわけです。ですから逆に考えると頭の頭蓋骨と体の骨がですね別々に見つかったら、子供の頭蓋骨あるいは子供の体が多いわけですけども、例えば丸太等がそうですけども、腎神君位に使われた哀れな犠牲者すなわち子供ということになるわけです。いいですね。でその、頭がですね、その死の霊の絵の中にゴロ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 と転がって表現されています。まあ証拠と証拠つながるわけですね。がしかしこの程度では皆さん、まあ、満足なさいませんよね。はい、そこで登場するのが聖アンナと、ホーリーファミリーズか、ヴァージン&チャイルドと、英語の方ではね、聖アンナとVirgin and a child という The child という題名がついてますけども、聖アンナと聖母子、あるいは聖アンナと聖家族なんでもいいんですけどもね、まあその聖アンナと聖母子、私も簡単に聖アンナと聖母子と呼んでますけども、その絵ということになります。あの絵の中にはですね、血しぶきが飛び散っている様子が正確に表現されています。つまりその聖アンナと聖母子の絵の左側に、やっぱりにんまりと笑っている顔の人物をよく見てください。それも今日のどこかで証明してますけども、その顔といいですか、モナリザの顔が 100% 一致します。髪型まで一致します。つまり聖アンナと聖母子の左下に描かれている、手前に描かれているあの小太りの、いわゆる女性じゃありません、あれネルガル男ですからね、の人物はネルガル、モナリザイコールネルガルでとつながっていきます。そのネルガルの体中にはですね、血しぶきが飛び散っています。つまりそういう形で、まあ、ネルガルとそれからイナンナマリアはですね、人間の子供を食べていたという話とつながっていきます。こうしてですね、点と点をつないでいくとですね、そこに空恐ろしい物語が浮かび上がってきます。簡単に言えばですね、モナリザはネルガルです。そのネルガルは人間の子供を食べていました。そして食べたその食べかすの頭の頭蓋骨をネルガル、すなわちモナリザの犬が食べている。それがモナリザの絵だということになります。いいですか、これが結論ですよ。林浩司の話がこじつけてデタラメだと思っている方は、じっくりと疑って、じっくりと自分の目で見て、じっくりと判断してください。もう一度言いますよ、モナリザの絵はあれはネルガルです。サソリ、ヘビ、犬が描かれています。いいですね。そしてそのネルガルは別のところで今説明しましたように、人間の子供を食べています。そして人間が食べたその残りカス、人間モナリザが食べた残りカスをですね、モナリザの犬、ネルガルの犬が食べています。その様子を表したのがモナリザの絵だということになります。ですから、あの不気味なにんまりと半笑いなの顔を思い浮かべてみてください。なぜ不気味で、あのにんまりと笑った半笑いの顔がですね、まあ素敵な女性だなんて言えるんでしょうか。にんまりにたと笑って私たちを見つめているんですよ。なぜか、おめえたち人間には、人間ごときにはこの謎は解けねえんだろう。俺はな、ネルガルなんだよ。人間の子供を食べる、まあ、火星の邪神アンガラマンユの流れを組む、つまりは邪神なんだよ。ところがどっかいどっこい、林浩司がその謎を解きましたよ。いいですね。モナリザの絵に表現されている人物はネルガルです。まあ世界中の学者たち、美術評論家たちがデタラメでトンチンカンなんか一説明をあれこれあれこれ加えてますが、まあどんなもんでしょうか。皆さんにそういう方たちに必要なのはですね、日本の美術評論家もそうです。外国の文献を翻訳してね、紹介するだけのことしかしていない美術評論家の先生たちも、皆さんゴミ箱にどん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 、はい、自分の論文を捨てていただきたいと思います。なんて言いますとね、また敵を作ることになりますけども、もういい加減これくらいはっきり言わないとですね、わからないんですね。まあいいんですけども、モナリザというのはネルガルです。そしてそのネルガルは人間の子供を食べていた。そしてその残りカスの頭蓋骨をネルガルの犬が食べていたということになります。こうしてモナリザの謎が解けていったわけです。でモナリザの名前モナリザというのはマーズアイオン、火星の永遠の神ネルガルのアナグラムだということです。
Mars A-I-O-N ね、火星の永遠の神、その字を文字をバラバラに並びかけてきた名前がモナリザです。簡単な謎でしょ。ですからモナリザの絵の背景には上下逆さまですけれども、火星の勝手は水がありし頃の大地の風景が正確に描かれています。なおかつモナリザの姉妹作であるヤングモナリザの絵の背景には火星のパノラマ風景が描かれています。さらに言えばですね、モナリザの終作なんて言われてますけど、誰が終作なんですか。あれ終作というのはですね、デッサンのこと言うわけですね、死体のこと言うわけですよね。とんでもない。モナバーナという絵はですね、あれ自体が独立した絵なんですよ。ね、何でもちょっと簡単なものが見つかると終作だ終作だって何とかの一つ覚えで皆さんおっしゃいますけども、終作なんかじゃない。モナバーナという絵もあるんです。あのボーナモナバーナをよく見てください。顔中体中にですね、血が飛びった様子が正確に表現されているんですよ。ただし白黒のモノクロカラーですから見えにくいですけども、その様子と先ほど言いました聖アンナと聖母子の顔に飛び散っている血の血痕などと一致していくわけです。こうして一連のモナリザの謎が解けていくわけです。いいですね。つまりモナバーナもつまりその中の一枚ということになりますけれども、まあモナリザの終作なんて言われてますけども、そうではなくて、あれはですね彫刻画ですけども、いわゆる十分一枚の絵として成り立つ、まあ、いわゆる大作であるということになります。そのモナバーナの顔にもやはり血しぶきが飛び散った様子が描かれています。ということで火星火星火星とつながっていくわけです。繰り返しますね。モナリザは火星の神マーズアイオンのアナグラム、そしてそのモナリザの背景にはですね、火星の様子が描かれている。そしてヤングモナリザの背景にはですね、火星に入る樹木とそれから火星の大地が写真のように聖地に描かれているですね。マーズスピリッツローバーがですね、火星から送ってきた写真にはですね、全く同じようなって、同じことがありえないませんけどもね、大地ですからのような写真、まあ 100% 99% っていいでしょうね、の写真も火星から送られてきています。その様子もですね、皆さんに今日の一連の動画を通してお知らせって言いますか、ご覧いただけるようになっています。で結論ということになりますけども、今日のこのネルガルはですね、皆さんにご覧いただきたいんですけども、要するにモナリザというのはその正体はネルガルであるということです。エンディルの息子のネルガル、そしてその、ね、エンディルとネルガルはですね、エンキを殺しています。延期エアプロメテウスを殺害しています。その様子を表したのがミトラ像ということになります。あのミトラ像はお牛を探検で突き刺して殺している絵ではありません。クリシエも書いてありますよ。あのミトラ像は探検でお牛を延期ブルですね、延期を殺している様子を表現したものではありません。エンリルとネルガルによって殺された延期を助けようとしているミトラの像をイコールミトライコールアポロですけどもね、を表現したものだということです。その証拠にミトラが握る短剣にはエンリルの顔が表現されています。そしてミトラの腹にはですね、サソリ、ヘビ、犬が表現されています。じっくりとご覧ください。林浩司がデタラメなこじつけを言っていると思う方、世界中の80億の人間のうち79億9999万9999人の人たちはじっくりとご覧ください。私が一人正しいのか、あと残りの799999人が正しいのか、あるいはあなたが正しいのか、よく見ていただきたいと思います。でもう一つ証拠があるんですよ。どこにあるかでしょ。あの探検の先を見てください。いいですか。お牛、これはもう分厚い皮ですよ。私もね、もう20年近く、たった1枚、1つのですね、オーストラリアで手に入れた、お牛製のベルトを使ってますけれども、まあ、びくともしませんね、この20年間。ボロボロになってますけれども、私の腰のシンボルです。まあ、どこかでね、私をご覧になりましたら、まあ、ずっともうこの20年間、そのベルトをしてますから、お牛のベルトです。そんじょそこらの皮とは違いますよ。刃物なんか立ちませんよ。いいですか？ここが重要ですよ。ではミトラ像を見てください。あの探検は突き刺している探検なのか、探検を抜こうとしているミトラの、探検なのか、その矛先のいわゆるお牛の皮に突き刺さっている部分を見てください。いいですね。探検を突き刺したらいいですか、その先はお牛の皮の中にめり込むはずです。硬いですから、ガーッとしてるわけですから、そうでしょ。逆なんです。
よく見ても少なくとも突き刺さってはいない。よく見ると何かしらやや軽く盛り上がっているように見える。なあち、探検を懸命にミトラが抜こうとしているという様子を表したものだということになってくるわけです。こうしてですね、一連の謎をと点と点をつないでいくとですね、謎の点と点をつないでいくとですね、線でつながり、その向こうから巨大な、いわゆる世界史、人間史、地球史、神々の歴史をひっくり返すような事実がその向こうから浮かんでくる、浮かび上がってくるということになります。で繰り返しますが、私が今ここで述べたようなこと、火星の大地、そんなの林のこじつけだなんて言ってる人います、いますよね。はい、トンチンカンで頭の中にがね、かさばで固まったようなレベルの人たちなんですけども、そんなことをわー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 騒いでますよね。はい、どちらがこじつけなのか、こじつけないでないのかぐらいはですね、まあ、普通の常識のある方ならわかるはずです。ところが悲しいかね、そうでない人もいるってことですね。はい、まあ、ともかくもですね、今日一連の動画の中で私はネルガルを特集として挙げてみました。まあほとんどね、皆さんの中にはと言いますか、までね、私林浩司が取り上げるまでネルガルについて考えた方はほとんどこの日本にもいらっしゃいませんでしたけどもね、しかしネルガルという人物こそがですね、なんとあろうことかモナリザであったということです。つまりモナリザはネルガルであったということです。そのことだけでもね、分かっていただければ嬉しいので今日の動画をですね、一連の動画を順に拾い上げて見ていただければ嬉しいです。ということでですね、今日の動画特集のですね、一連の動画の特集のポイントをですね、ビデオ代理にして皆さんに送りました。ではよろしくお願いします。Bye for now。お見せする事実は美術史のみならず、人間の歴史そのものを書き改めるほど重大な事実です。注意深くどうかこれらの写真を見てください。これらはミトラ像の中に表現されている犬です。この犬の特徴は鼻が細く長いという点にありますが、この犬とそっくりの犬があのモナリザの絵の中に描かれていました。モナリザの絵の向かって右側ですが、一見すると岩のようにも見えますが、よく見ると目もしっかりと描かれています。犬です。そうです、犬です。がなぜこんなところに犬が描かれているのでしょうか。犬だけではありません。モナリザの絵の中には他にも蛇、サソリも描かれていました。火星の神ネルガルのペットがそのままモナリザの絵の中に描かれていました。がなぜネルガルのペットなのでしょうか。その謎を解くヒントがギリシャ彫刻のミトラ像にありました。それをこれから皆さんに説明しますが、その理由が分かれば皆さんもきっとこう思うに違いありません。モナリザを描いたのは人間ではない。モナリザを描いたのはまさに神だった。と、広志林MMS City, Japan.本題に入る前にもう一度画面を見ながら皆さんに説明します。ギリシャ彫刻のミトラ像です。何体か残っています。で、赤枠をつけた部分に注意していただきたいんですけども、ここに犬が表現されています。このミトラ像にもやはり犬が表現されています。ミトラ像に犬が表現されているわけですね。で、腹の下にはサソリ、そしてその右には蛇も表現されています。が、ここでは犬に注意してください。犬です。で、この犬をですね、いろいろなミトラ像から切り抜いて皆さんに紹介します。で、この犬の特徴はですね、私たちがこの日本で見慣れている犬とはちょっと違った犬ということになります。鼻が細く異様に長いということですね。注意深くご覧ください。鼻が細く長いということです。で、これと同じ犬がですね、この右の絵の中にも表現されています。この茶色い部分に注意してください。
そしてこの部分にはですね、目が表現されています。着色したり元の画像に戻したりしています。この今赤枠でつけたところにですね、目が表現されています。でこれは何かということなんですけども、私林浩司は犬と判断しました。なぜこんなところに犬なのかということになりますが、モナリザの絵の中であるがゆえに、この犬はですね、大変重要な意味を持つということになります。そうです、右の絵はですね、モナリザの一部です。注意深くご覧ください。モナリザの一部です。つまりモナリザの一部にこのような犬が描かれていたということです。そしてその犬はですね、ミトラ像の中に表現されている犬と大変よく似ているということです。ミトラ像の中に表現されているから重要なのです。なおかつモナリザの絵の中に表現されているから重要なのです。そのことをどうかご承知おきの上、次の動画をご覧になってください。A strange thing or something strange is drawn in the upper right of the painting, Mona Lisa. What do you think this is? I, Hiroshi Hayashi, think that what is depicted here is a scorpion because it somewhat resembles the shape of a scorpion. But I think you probably say,It may be, but it is not. It looks like that, but it's just a sort of a squeeze. But please give me some moment before you decide so. There's a reason why I think it is a scorpion. I'd like to tell you the reason here in this video. What is drawn here must be a scorpion.Yes, it is a scorpion. 絵画、モナリザの右上に奇妙なものが書かれています。皆さんはこれが何だと思いますか？私、林浩司はここに書かれているのはサソリではないかと考えています。どこかサソリの形に似ているからですが、多分皆さんはこう思うだろうと思います。そのようにも見ようと思えば見えるが、それはただ単なるこじつけに過ぎないと、がそう思うのは待ってください。私がそれがサソリであると思うのにはちゃんとした理由があります。その理由をこれから皆さんに話します。ここに書かれているのはサソリ、サソリです。そうです、サソリです。広志林、ハメメスシティ、ジャパン。There are many explanations about Enlil-san Nergal, but to put it simply, Nergal is a god of Mars. Nergal's pets are a scorpion, a snake, and a dog. Mona Lisa, on the other hand, is an anagram of Mars iron, meaning theEternal God of Mars. Mona Lisa and Mars are deeply connected in this way. So, when I looked it up, the background of Mona Lisa carefully again are a landscape reminiscent of a dog and a snake. Further investigation reveals a landscape that looks like a scorpion
as well. These are not clear because they are drawn in a deceptive way, but when you think of Mona Lisa and Nergal in layers, they are perfectly normal to see a scorpion, a snake and dog. With Mars in between, Nergal and Mona Lisa are deeply connected in such a way. Then, the true identity of Mona Lisa, I can say here beyond a mere hypothesis, is Nergal, the god of Mars. エンリルの息子のネルガルについていろいろ説明されていますが、簡単に言えばネルガルは火星の神ということになります。ネルガルのペットはサソリ、ヘビ、犬でした。一方モナリザは火星の永遠の神を意味するマーズアイオンのアナグラムです。モナリザと火星は深くつながっています。で、調べてみるとモナリザの絵の背景には犬と蛇を思わせる風景が描かれています。さらに調べてみるとサソリのように見える風景も描かれています。犬と蛇とサソリです。騙し絵の手法で描かれているため明確には分かりませんが、しかしモナリザとネルガルを重ねて考えてみると、そこにサソリ、ヘビ、犬が書かれていても全くおかしくありません。火星を間に置いてネルガルとモナリザは深くつながっています。となるとモナリザの正体は単なる仮説の段階を超えて火星の神ネルガルということになるのではないでしょうか。広し林、浜松 City Japan。 モナリザは火星の永遠の神のアナグラムでできた名前となりますが、ではその正体は誰なのかということになります。もう一度最初から画面を見ながら説明します。エア延期プロメテウスを倒したエンリルの息子のネルガルです。まあ、それについては別のところで詳しく説明しましたが、これがネルガルです。そのネルガルについてですね、いろいろと説明されています。いろいろと説明されていますが、分かりやすく言えばですね、火星の神ということになります。ネルガルを調べるとですね、随所に火星という言葉が出てきます。赤字でそれを皆さんにご覧いただいています。火星、火星、火星なんですよね。で、分かりやすく言えば繰り返しになりますけれども、火星の神イコールネルガル、ネルガルイコール火星の神ということになります。ここが重要ですから、それを頭の中にしっかりと入れておいてください。ネルガルイコール火星の神ということになります。で、モナリザについて話を進めてみたいと思います。モナリザと火星の関係についても、これまたあちこちで私が説明してきました。で、そのネルガルの三大ペットはですね、上からサソリ、ヘビ、そして犬ということになります。そしてモナリザです。ここで確認していただきたいことはですね、モナリザというのはですね、火星の永遠の神のアナグラムでできた名前だということです。モナリザをバラバラにしてですね、並べ直してみるとマルスアイアンとなります。つまり火星の永遠の神ということになります。となるとモナリザの絵の背景にはですね、ネルガルと何かつながりのあるものが書かれているのではないかと私林留氏は考えました。で、探してみます。
モナリザの絵をもう一度よく見てください。何やら奇妙なものが描かれているということですね。そして私林浩司はこの背景はですね、逆さまに火星の古代の風景が描かれていると判断していますが、それだけではありませんでした。この部分はですね、犬の頭のようにも見えます。右に鼻が描かれています。そしてこの部分はですね、一見すると道路のようにも見えますが、蛇のようにも見えるということです。こうして犬と蛇が出てきました。ではサソリはどうかということなんですね。でもしこのモネザの絵の中にサソリを思わせる風景があればビンゴということになるわけですけども、右上にですね、そのサソリを思わせるような絵が描かれているのが分かりました。厳しいかなと思いますが、その厳しさゆえにですね、この500年間こうした事実に誰も気づかなかったということになるのではないでしょうか。私はこの右上の背景はですね、サソリを隠したものではないかと判断しました。となるとですね、このモナリザの絵の背景にはですね、犬、蛇、そしてサソリが描かれているイコール、左のレリーフを見てください。ネルガルの三大ペットは上からサソリ、蛇、犬です。こうしてネルガルとモナリザがつながりました。つまりですね、仮説という曖昧な段階を超えてですね、モナリザの真の正体はネルガルということになるのではないでしょうか。ダ・ヴィンチはモナリザを邪悪な神、邪神として描いています。それについての動画はこの後につなげておきますから、またそちらをご覧になってください。モナリザの正体はネルガルでした。またその可能性が極めて高くなったということです。
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。
One day, you humans will come to discover this fact. The time when you know this fact will come. Someday, far, far future. Far ahead. Far, far future. Your descendants and their descendants and their descendants and their descendants. The time will come when your descendants will leave this earth and jump into space. Then you humans will know this fact. Then you humans will find the number 51 in this picture. 51, in another word, in the Jewish gematria, that stands for Mars. You will know what the number means. For that time, I write the number 51 here in this picture. For that time, I draw the panoramic view of Mars in this picture. Distant, distant, ancient times, Mars also had air and water. There were rich rivers and lakes. Under the white clouds was the sea. In the green forest, thick trees grow. Countless animals lived every day. I keep it as a record in this picture. You will see them in this picture. In other words, that is the time when you humans learn that this panoramic view is a Martian landscape. When you learn that this view is an ancient Martian landscape, then you humans will know what I was. You will also know who I was and where I came from. And at the same time, you humans will know what you are. You humans will know who you are and where you came from. You humans, you are my son and daughter. Someday you humans will know this fact. Oh, in this picture, the one you may call now Mona Lisa. In other words, Mona Lisa is an anagram of Mars and the eternal god Ion. In this picture of Mona Lisa that combines two names, Mars and Ion. When you humans discover this fact, when you humans know this fact, someday, far, far future, you humans will know that you humans have not been alone. You realize that I have been always near humans with you. You humans will always be my son and daughter. In the name of Ion, the eternal god of Mars, you humans are my son and daughter forever and ever.
いつの日か君たち人間はこの事実を発見する時がやってくるだろう。この事実を知る時がやってくるだろう。いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たちの子孫のそのまた子孫、さらにその子孫のそのまた子孫、その子孫がこの地球から離れ宇宙へ飛び出す時がやってくるだろう。その時君たち人間はこの事実を知るところとなるだろう。その時君たち人間はこの絵の中に51という数字を知るだろう。51、つまりユダヤの暗号では火星、火星を意味することを知るだろう。その時のためにこの絵の中に私は51という数字を書いておく。その時のためにこの絵の中に私は火星の風景を描いておく。遠い遠い太古の昔、火星にも大気があり水もあった。豊かな川が流れ湖もあった。白い雲の下には海もあった。緑の森にはうっそうと木が茂り、無数の動物たちが日々の命を営んでいた。それをこの絵の中に記録として残しておく。それをこの絵の中に君たちは知るところとなるだろう。つまりその時君たち人間がこの風景が火星の風景であることを知った時のこと、この風景が太古の昔の火星の風景であることを知った時のこと、君たち人間は私が何であったかを知るだろう。私が誰でどこから来たかを知るだろう。と同時に君たち人間は自分が何であるかを知るだろう。君たち人間は自分が誰でどこから来たかを知るだろう。君たち人間よ、君たち人間は私の息子であり娘なんだよ。それをいつか君たち人間は知るところとなるだろう。同時に君たち人間は神々の息子であり娘なんだよ。それを知るところとなるだろう。この絵、つまり君たちがモナリザと呼ぶところの絵、つまり火星、マーズと永遠の神アイオン、二つの言葉を合わせ持った名前モナリザの絵の中に。君たち人間よ、君たち人間がこの事実を発見した時のこと、君たち人間よ、君たち人間がこの事実を知った時のこと、いつの日か遠い遠い未来のこと、遥か先の遠い遠い未来のこと、君たち人間はいつも一人ではなかったことを知るだろう。いつも私が君たち人間のそばにいたことを知るだろう。君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。火星の永遠の神アイオンの名のもとに、君たち人間はこれからもずっとずっと私の息子であり娘なんだよ。